どうも、鼻の下がカサカサのゼノンです。鼻水ジュルジュルのポタです。今回は一番くじショップができたので行ってきました。いや公式だよ、すごくない？でも半分以上ガチャガチャだったよ。どんな店だったかっていうと、今まで売られてきてた一番くじが集結してるっていう感じのお店で、ショップ限定のとかがあったり先行販売があったりとかっていうのはなかったです。なので今回は一番くじショップの中でこれ欲しいなって思うものを2人で1万円になるように買ってきたので、一個一個の数は少ないけどいっぱいのくじを引いてきました。うわー、私の方から行かせてください。はい、どうぞ。今回ね、3つのくじを買ってきました。はい、1つ目は五等分の花嫁めぐりの奇跡奇跡ですね。なるほどね。前回ポタちゃんが一番くじ上位賞旅の時に買ってきてくれて、あまりにもイラボが可愛くてランダムで私の推し見事に外したんだよ。5分の2を外したの。それ狙いで買ってきました。今回この5等分は2回だけ引いてきました。はい、結果はこちらです。1つ目、じゃんこのグッズおもろすぎてこれにしてみた。 H 賞のラバーコレクション。キャラがいい。え、マジで最近の一番くじこういうとこだって何がキュンキャラなん。キュンもせんしキャラもないしそして2つ目、こちらです。はい、 G 賞アクリルスタンド。よいや。はい、これ5期でもありません以上です。専門店だよ、やっぱ5カゴあるはずだよ。そうだよね。2つ目は馬娘第4弾。おー、一番くじ。だいぶ前のくじじゃない？そうなの。これ動画でも引いてないんだけど、推しがいなかったから引いてなかったんだけど、唯一 F 賞にマイクロファイバータオル、スマートファルコンがいたんですよ。うわ、それが欲しいね。マイクロファイバータオルは手を拭いたら血まみれになるけど飾る分には発色がいいよねっていうことで、 それ狙いで引いてきました。いや、解消狙いだよ。余裕でしょ。余裕だよね。というわけでいきます。まずこちら。ああ。H 賞ラバーマスコット。え、皆さん驚く流れ、本当に推しが一人もいません。マジで気まずい。この中で言うと C って言うならやっぱダイヤちゃんがいいな。いきまーす。はい。頼む、私の運。ここではさすがに吠えてくれ。吠え。ワン。ワン。私をにやけさせることができなかったタンホイザパイセン。え、じゃあ僕タンホイザちゃん好き。だけポタちゃんどうせしか行かない。ムカつく。はい。ウマ娘、2回引きました。ラスト1個です。以上です。みんな1番くじはね、同じの引いた方がいいよ。ラストです。やばすぎます。ラストは発表された時から実は欲しいなって思ってたんだけど、機会を逃して売り切れまくってて結局引くことができなかった、ポケモンのファンタジークローゼット。こちら3回引きました。いや、3だったらやっぱゼノプロは3の法則っていう絶対に神引きができる法則があるから、こんな最近クソ運の私でも神引きができるんじゃないかということで、狙いは C 賞のバックインバック。うわ、でも C 賞なら AB に比べて当たりやすいんじゃない。いや、ないよ。下から順番に出します。バン、 H 賞身だしなみコレクション。ああ、まあまあ使いやすいね。今回なんかこんな感じのコスメっぽい感じのデザインになってて超可愛くて、実際さ、ホフレクジとかあったけどこっちの方が使いやすいよね。鬼滅のリップ狙いでめっちゃ引いてもらったやん。うんうん、あのリップクソまずいやっぱリップはね、美味しくなきゃダメだよね。味がね、うん。 H、 あ、次こっちか。いや、待って、 H スタート。はい、 G 賞ガラスコレクション。おう、え、でも C 賞ってことは結構上上がったよ。 ABCDEFGH、1個上がったんだ。店員さんに私なんて言われたか知ってる？くじのさ、出たやつ渡したらさ同じ賞ばっかですねバカに仕上がって最後はこちらです。引くドキドキ当たる感動一番くじ。これめっちゃよくない？ステッカーもらいました。めっちゃでかいし、かわいい。これね、一番くじめっちゃ引くチャンネルなので、見えるところに貼っとこうかなって思いますこれはガチで。いや、いいな、でもこのステッカーマジで。え、もらってない？え、もらったよ。あ、V'sの方が実は欲しかったんだけどね。でも見ようによっちゃ上位賞だよね、いい賞って。ギリギリね。それは店員さんも笑うよね。まあ、笑って励ましてくれたんだよ、みんな。叩かないであげて。狙いは木狼です。サンムーンで木狼育てて、最後まで木狼でいったけど、最後の最後でジュナイパーにしました。ポケモンの中間がね、ちょっと派なんで。フクスローね。ほったいしぐらいショッキングではあった。フクスロー。見た目反抗期起こしてるよね。おい。じゃあ行きますよ。はい。めっちゃ放送開けるのに手間取ってますよ。大丈夫そう？渋い顔。ポケモンの技にありそうでない渋い顔。
辛くてガチャガチャコーナーにガチャガチャがいっぱいあったから、最後の運試しとしてスヌーピーのハートケーブルバンド引いてきました。かわいい。私スヌーピーをしないよ。だからこれで万が一 C 引いた場合、しばらくガチャ系やめようと思った。チャーリーブラウンには悪いけど、俺もね一つだけ。そう、これで C 引くのはまずいじゃん、うん、狙いは D ですね。いや D 賞かわいすぎね。いやこれ C 引いたら本当にやめた方がいいよ。ちなみにえ、なわけないでしょ。私が一番くじ、やめるかどうかここにかかってます。そうだけど、やないと思いますよ。なんか絶妙なやつ引いた。僕はね、今回ビュッフェ形式だからせっかくだなと思って5種類一番くじ引いてきました。いいね。で、その中でも一番狙い1個だけ決めとったんで、それは3回引いて、他は1回ずつ聞いてきたんで、まあ一つずつ紹介していきます。じゃあまず1個目、ゼノもこれで絶対見たいって言うと思う。あれでしょ、ドラゴンボールでしょ。どうせそうだよ。一番くじ、ドラゴンボール激突、宇宙をかけた戦い。待って、本当にそうだよのことある？D 賞の最後の魔人ブー戦でね、僕が喋ってる裏でダブルチャンスするやめてもらっていい？この時こそ無心かなと思って、ね、生まれ変わったらいいやつになるよ、まただの悟空狙いで引きました。悟空って花粉症なんかな。でも悟空心臓病で死ぬからね。重た。当たった賞はこちら、F 賞。キャンペーン終了するかい。おい、裏での情報量が多いのよ。さっきから全部外しました。 F 賞、スーパーゴーストカミカゼアタックしているゴテックスのゴーストのメタルプレート。私ねさ、やらんでよかったん、何のキャラかクイズ。うわ、やるための700円だったのに。うわ、その1回にかけ取ったにお前が変なことしてるのかって。いやでもこれ僕ねめっちゃ好きだから。続きまして2つ目、こちらはねみんなめっちゃ気になるであろう一番くじ。一番くじフォアプレイステーション。わあ、引きたいって言ってたやつ。そう、これ1回にしたの。1回にしました。マジか。これね富山でも開催しとったんだけど、開催店舗があまりにも少なくて引くのをね諦めた一番くじです。一番上の賞が A 賞のプレイステーション5貯金箱なんよ今。あー、あれか、オリンパスの真ん中にある。あ、そう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 、それハモンド研究所。すいません、エペックスネタが出てしまいました、はい、マジで一番何出たか気になる。教えて、狙いは。だから狙いは今言ったよね。じゃあ引けたのどうぞ。いや楽しみ。先ほどは F 賞、今回は E、 E 賞じゃね。F 賞ラバーコレクション。え、でもかわいい。結構コントローラーオタクなんだけど、見てこれ、プレイステーション1、プレイステーション2、プレイステーション4のデザインがあしらわれています。これ歴代のって言って長いから。で、しかもこれプレイステーション1のデュアルショックが出る前のプレイステーション1。わ、詳しい。プレ4のコントローラー結構見た目嫌い。はコントローラーオタクとしてはプレイステーションの中で最も完成されたと思うよ。プレ3やろ。いや、プレ4だってね、みんな。あと3種類。え、結構ある。え、楽しいかも、この動画。ビュッフェ形式いい。一番くじ、馬娘プリティダービー第6弾。ブライダルライスシャワーの一番くじなんだけど、これね、僕、投げするの3回目です。1回目はシンプルにライチャー引いて、うん、2個目はラストワン賞のライスシャワーゲットしたんで、紹介しました。で、今回は、その1回目、2回目、どちらでも引けなかった、マヤのトップガンちゃんのブライダルのクソデカアクリルスタンドがあるんですよ。それ狙いで1回だけ引いてきました。うわー、これ1点抜きしたら超かっこいいよ。クソ熱いでしょ。フィギュア2個当てて、ラストワンまで全開して1個も当たってない実は、うん、だから結構ね運命に嫌われとるんだけど。というわけで D 賞、当たったのか当たってないのか、どっちだ。だい、俺の筋肉だから重婚は認められてないんよ。でも僕は春うららとも結婚したいよ。キングヘロは結婚したいよ。ライスシャワーは結婚したいよ。前のトップガンは結婚したいよ。なんか一番力入ってない。F 賞、F 賞、H 賞。え、笑われんかった。私は笑われたけど。でも笑われんかったよ。お前バカにされてんだよ。続きまして、先ほどゼノンでも出ました、ウマ娘プリティダービーの第4弾です。で、これは D 賞に、また D、 クリスマスのマヤのトップガンちゃんの推し変した？は？推し変してねえし、ずっとマヤ好きだし。
でもマヤ育成してると本気になるんよ、うん、だから一時期マヤちゃんから離れようとしとったよね。そういやでも本当にマヤとトップガンとか呼んだわ。魔力持ったらあいつ、まあ、ゼノンが当たってなかった場合は F 賞のマイクロファイバータオルのパルコも当たればいいなと。えっ惜しい。引いてきました。結果がこちら。見てこの影のつけ方、セドプロのさ影のつけ方と一緒。運命ってこと。ハレーヤー。 F 賞ここで F 出すのは天才です。ありがとう。というわけで最後で一商品みんなで、ね、絶対僕引く楽しみにしとって。ああ、そう、動画にせっかだって多分みんな待っとった、うん、あれ、一番くじ機動戦士ガンダムシード、女性8割のこのチャンネルであげるものではない。ラストに持ってきてね。で、これの A 賞のフリーダムガンダム共存フィギュアがマジで欲しい。まあでもガンダムシードはガンダムの中でも女性人気が高いガンダムなんだよね。そうで、普通にガンダムの見た目もめちゃくちゃかっこよくて、あの男性からもねめちゃくちゃ人気が熱い。めっちゃかっこよくない？私はやっぱりユニコーンだよ。あー、かっこいいね。世代ですから。そうそうそう、2話まで見たもん、2話まで。全話見ろ。一番くじショップだから、うん、上位賞とか展示してあって。そうなのよ。 A 賞の共存フィギュア、僕実物は見たことなかったから、実物見ると本当にでかくて、すっげえ欲しくなっちゃって今回引いてきました、うん、3回だね。1つ目、はい、パラパン。あれ D 賞クリアボトル。え、神引き説あるってことは、あと DCBA。 DDD はやばいよ。鬼滅の刃クリアボトルの闇再びしして。さあ D 賞まだ出るのか。2つ目、やべえかも。でも私はここで止まってると思う。映像の強情フィギュア。映像の強情フィギュア。当たっているのか。せーの、ズボン。ねねねね、あ、今日は力技すぎかも。